Welcome to しゅうちゃん。ともしるです。ここに行きましょう。回復したいんだね。一度、休憩場所が欲しいんだけどな。というところで、ダイイングライト2やっていきます。敵か。どっちだろうな。あっちより、あそこだな。そんな、罠すぎでしょ。どこ？ああ、なるほどね。回復量よりも回復時間を短くしたいんですけどね。だって体力100しかないし。神の導きを。マウントフィールド。まあここでもいいか。こっち行きますか。喉乾いた。インヒビターコンテンツじゃないとね。あんまり。ああ、ここ行ってもいいな。こっちだな。例えばスキルアップしたね。ただ問題はこれ取れ、あ、取れるんだ。120ある。
いや、これでしょ、ジャストブロックでしょ。ナイフが必要。これ絶対必要だよ。犬いんの？マジか。このゲーム犬いんの？あ、そう。これ登れなかったっけ？あ、もう夜になる。早いな。早いな。あのさ、崩壊が起こると知った旧世界の人々が音声タイムカプセルを残してたんだね。さあ、これはどうやって登るんかな。これ多分いけると思うんだよね。バッツ。ここスタートってことか。まあ、なんかジャンプ力上がった。え？ああ、あそこに飛び乗れと。オッケーオッケー。そんなんで回復すんだよ。拠点回復だぜ。
やべ。あぶね。シャベルの音がうるさすぎるってことない？よしよし。引っ越した方がいい。この近くになんかあんな。すぐそば。喉乾いた。ああ、例によってまたか。インヒビティコンテンツではないと。何だと？これになると結構隠しがあるんだな。うわ？あんな上？いけんのかな？いけないんじゃないかな？いけなそうよね。
ダメ、わかんねえ。しゃあない、それは。命の恩人だ。こんなのしかないけど。なんかもらった。あんじゃん、ここ行こう行こう。これはいい。ここ行きましょう。これ越えていくしかないけ。越えていくか。からも出てきちゃった。セントヨセフ病院で見つけたあんたの作品なのか。私の作品、私のアイデアだ。ただし、君のは2024年の夏に私が完成させたものとは少し違うな。そう、オリジナルのバイオマーカーははるかに使いやすかった。あんたがバイオマーカーを開発したのか。今ここで何してる。科学を使った商売さ。他に何がある。資本主義ってやつか。そうだ、その慣れの果てってやつだな。オリジナルのバイオマーカーに興味はあるか。さっきも言ったように今使ってるのよりはるかに便利だぞ。ああ、詳しく教えてくれ。どんな代物なんだ。おお、よくぞ聞いてくれた。つまりだな、オリジナルのバイオマーカーは血中の THB 病原体濃度をモニタリングするだけでなく、分からん、クレアチンリン酸の合成を促進して ADP 分子にリン酸塩を供給し、その興奮作用により。待て待て、分かりやすく頼む。より強く、より素早くなれる。なるほど。だがそれならなぜそのモデルは流通してないんだ。実を言うとちょっとした副作用があってな。副作用？そこは気にするな。
問題なのは私の天敵であり後の GRE 代表となるドクター勝見小林が危険すぎると判断したことだ。彼女はそれをあの建物のどこかにある金庫に隠してしまった。セントヨセフ病院に？そうだ。君はこの町に詳しいようだな。金庫を開けてオリジナルのバイオマーカーを手に入れる方法を知りたいか？ああ。勝見の机でメモを見つけた。どうやら彼女はクイズのようなものを用いてコードを暗号化したようだ。どんなクイズだ？上下ひっくり返すと小さくなるものは？それが最初の番号か。そうだ。2番目は奇数でな。1文字取ると偶数、すなわちイーブンになる数字は？そして3番目は女の子が店に行って、なんだそれ？卵を12個買いました。そして家に帰る途中で3個以外すべて割れました。割れてない卵はいくつ？あとはセントヨセフ病院の勝見のオフィスで金庫を見つけ3つの数字を入力するだけだ。その中に私のバイオマーカーがあるはずだ。念のためクイズの書かれたメモを渡しておく。上下笹川さんにする小さ。まあ5ってことだろ。奇数1文字取ると1文字、これもまた奇数イーブン8になるってことだから9か。え一文字取っちゃダメだな。9だな。一文字取ると偶数4だな。ちょっと分かりにくいけど、間違ったらダメなのかな、取れないのかな。業界のな、でも最高だ。あそこ来てんだよな。やったぜ。結構あんだな、インヒビターコンテナ。
でもレベル上がると若干上がるのか、スタミナ120になってるな。そういえばレベル上がるとちょっとだけ上がるんだ。うーん、なるほど。じゃねえか、こん中じゃなくて。なんか攻撃かかってる。おお、ばばばば。いい武器だけど、このゲーム壊れるからな。やったやったね、美味しい。レジェンダリー一発。モルヒン。時間がないね。やべ、これどうやって登るの。登れないよ。
無理。オッケーオッケー。よし。なんだこれ、レベル上がるとちょっとスタミナとかも上がってくんだな。よしよし。なるほど。最初のバイオマークを見つける。これちょっとやってみたいですね。次の目的はそんな、またこの上に行きたいんだけどね、まずはね。そっからだとすぐ行けるんで、登れるのかな、試してみたいですね。そんな感じでした。今回はここまでです。最後まで見てくれてありがとうございました。シルビでした。じゃあねー。